開幕痛いダメージをもらう大ちゃん。あそこの拾いむずい。ちょっと離れたりしだとバックステのさフレームショートできないから。いやー、駒投げ持ちに投げを漏らす。刺さねえかな。はい、二択。それなんだ。なるほど。いいでしょこれ。あ、いいよ。最後俺ジャンシーさ、SB コッパっていうのが良かったと思うんですけど。確かに。取り入れます。お願いします。あ、まあ、ダメか。バーサイドの道ダメか。あ、どうなんだ。バーストされたらそのままカカもらっちゃう。大丈夫。あー大丈夫だと思う。大丈夫。今の二択気持ちいいでしょ。ここが足立のボコスカを使う場所って言いながら。何と二択なの。え、SB 射撃。それやったらまだ足場で SB 射撃の方がいいんじゃないですか。いや下段と中段のタクじゃん。ほら、二択じゃん。二択に全てをかける男、スパイダー。あ、お前何してんの。あー、こいつボリ、ボリやろマジ。150あったら、バーサイコンの殺しに戻らない。ESB コッパ、ESB コッパ。バーサイ B ライザーに行ったりとか。そこから、押し入れ、西でやってて、西入れで締めてたけど、西 ESB コッパで、さっきバーサルのとこじゃないの。そうだ、バーサルのとこだよ。で、西ジャーシーってやった。星西ジャーシーブ。それにジャーシーで、ライザーなどに。そうそう。だから、もう、西に1つ買ったやったらバーサルなんですよ。星西もバーサルだけど。だから、この仕切れなかったでしょ。全部入ったらこの仕切れだったの。150あったら。安い。俺も設置できるんじゃーい。さよなら。
まあ、西にエンフィント C コッパが150あったら一番のバタイか。ヘイとコッパか、なるほど。うん。護衛指導でも、護衛 BC ヒーと、護衛 C A ヒーと、B コッパ、うん、あれ、C コッパで、ちゃんと繋がった、うん。なるほど。ああ、はい。西2から A ヒーと C コッパでできるから。なんかひなさん、今度はひなさんが俺を支えてくれてる形で。そうそうそう、問題してもらえない。そう。できないです。うん。バッテンついてる。恩返し系やらしたわ。ありがとう。ありがとう、ひな。それ以外言葉が見つからない。人生の時お世話になったから、今回は俺がお前のコーチだ。ありがとう。で、フリキャーで入ってくる。俺がコーチだからだけやから、宮崎練習しちゃうよ。宮崎いけんじゃねえかと思い始めてきた。完全に末期。じゃあ、アイスか。そろそろアイリサイドに入ってきたでしょ、チーム。てか、あれ、実際に無理だからね、マジで、あれ。釣った。サラダたちは会いに行くよ。タンポコはね、乗せらんないね、このキャラで。誰？どのキャラで？え、アダチ。アダチはタンポコを乗せるんじゃなくて、いかにバレないようにヒマワリに乗せるかのキャラだよ。わかる。集団通して。いや、わからんかね。マリーの逆切れ、マジ 5C 先端で大体なんとかなる。 SB 拒絶制限、 SB 拒絶ワンチャン有利取られてるけど、あれスパギャンの、毒のダメージやばいよね、マンダラ中の。石移動させての新王者は、いや、あの状況だったらむしろリターンなさすぎるから、マンダラつけた方がいいやから、マンダラーつって。あ、走ってるーみたいな感じで言うと。ボボボボボボボ。西越しはね、の露伴式はなかなかまだ運用が難しい。てか俺、やっぱ、自分の近辺で差し合うのが好きだから、得意だし、それが。自分の周りの空間の差し合いがすげえ好きだ、好きっつか得意。ああいう遠隔系の差し合いになれないんだよね。ロハンさん元祖勢だから。元祖勢だから、確かに。ライちゃんガードして。いや、ロハンさんは確か忍者だから、そう、そんなに、いや、素晴らしいね、俺は逃げる。入れてロハンさん5、6キャラ使ってるから大丈夫だよ。おはさんは丁寧系器用系プレイヤーだから、やっぱなあ、レシカ5、6枚持ってたからそういうことだよ。ゲロ減ったんだけど大丈夫。バックステ出んか。毒のダメージ本当にすごいから、なんかメインダメージ減あれまでやるか。これ A に B にした方がいいな、こういう時。
ヒートでした。てかバクステ空中コッパだなこれ。やっぱ今 C 2段目バーストされたよね。 C 2段目のドスンの後のダウンでバーストした。ああ繋がってなかったの前ヒートが。そうそう、いや俺今コッパしてたじゃん。そうそう、次ラスかな。いいです、ごめんなさい。リセリセ、早くリセ。俺はリセとやりたいんだよ今、猛烈に。弱いバスないね。リセ、来た。絶対昔12くらい並んでた。そういう。俺タイプ1400か、いいね。だんだんリターンを待ってみる。こすってやがった。タイリスはな、とりあえず参ったいね。こうやってね、とりあえず参ったいね。必死か。難しい方いった。てか難しい方しかゲージなかったか。練習してる。練習してる。はい、勝ったわ。悪いんじゃけどさ。投げ無敵はあるんで。とりあえずジャンビージャーシーに対しての正解がちょっと欲しくなってきた今。ボリ。低め当てを意識しすぎた。
あ、そういうのあるんか。よしよし、キャラよしよし、ハイジャンガードよかったな、もしくは3段目級いいか。5C は使うと判断した。おー、本職の判断。
死んだ。あ、ここまで使ったのに。おいしい。いや、ママに繋がんない。繋がんだ。うん。あ、本当だ。え、無限ってなんで？なんで繋がんない？いや、発生遅すぎて着地しちゃう、相手が。あ、電波マリー、シャンダイ。逆にそれで拾える、その技を拾える西って何なんだ？だから西を頑張って低めやってすれば全然いける。SD ポッパカウンターから繋がるからいい。そうなんだ。そう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 、相手より低い位置の空で出てくる。バンバンバースト時速、時速当てジャンディ入れた。ジャンシーフェイタル、ジャンシーバンバンバーストの話する感じのキャラゲン、ウルトラキャラゲン。いや、それ、おととりさんっていう、広島か岡山の、シャドウ漢字使いで、動画上げてくれた人、シャドウ漢字の。あー、あの人。陰夢成分たっぷりの。お前がラブアンドピースしてもな、じゃん D で 5D で画面押せは問題ないねん。このキャラはね、ボリ通したリターンが薄すぎるからボルキ起こらへんねん、リセってキャラ。これ死んだかな。あ、ミス取る。え、ちょ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 、嘘やろ、今のはさすがにボリすぎやろ。いや、俺を疑って入れるでしょ。うん、俺さ、裏行ってさ、ダッシュで抜けれると思ってやんか。リセ目の前に着地してた。簡単だからね。簡単だから、SB は。今の音ゲーぶっちゃけ捨てゲーじゃない、音ゲーというよりうまくいったつもり。知ってるかなー、バーカ。あー、知らんかった。